皆さんこんにちは。トランペットクリニシャンの山内博史です。今日は、ペダルトンからハイノートを吹くためのアンブッシャーの作り方を、紹介したいと思います。通常の、吹き方というのは、こういうふうに皆さん吹いているいらっしゃるかと思いますけども、僕の場合は違います。これはこういうふうにやってます。プスじゃなくてプス、口をマウスピースの中に全部入れちゃうような感じですね。唇をプス巻き込んでプス、それから巻き込んだ後にこの歯と歯茎の間、マウスピースのあたり位置まで引き上げます。ここが吹いてる時の位置ですね。もう一度やりますね。積みます。これでここがこの辺ですね。こんな感じです。これが大事なんです。普通の、通常の音域を吹く方にはこういったが、やる方はやらなくても、いいと思いますけども、僕みたいに、ペダルの音から、超ハイノートまで表現するにはこういった上唇を最大限で利用した、アンブシャですね。これが上唇が一番震えてます。ペダルトンです。これをこういうふうに、こういうことですね。上唇が最大限に振動しているということは肺の音もにも、役立つと思います。これが僕の、理論です。もう一度やってみます。積みます、唇を。マウスピースの中全部入れてください、唇を。わざと入れてください。それから、自分の、好きな位置にまで引き上げます。お分かりですか。こういったふうに上唇を最大限に使ったアンブシャーというのが下から上まで、吹けるアンブシャーとなります。これは僕の考え方です。皆さんも僕のこの奏法を取り入れてやってみてください。失敗してもまた元に戻ります。やらないことには先に進みませんから。それでは、皆さんのトランペット向上に役に立ってもらえればといつも思ってます。また会いましょう。